こんばんは。ゆきおさん、みやちゃん、こんばんは。あ、白米さん、いっぱいで申し込むなよと。お待ちしてます、白米さん。アカウントがいいね、スペイン音楽に浸りました。わー、よかったね。もう今日はそうです、スペインの、フィエスタ、なんて言ったフィエスタデスパーニャ、スペインのフェスに、公式レポーターとして行ってまいりましてですね、はい、代々木公園、東京の代々木公園で開催だったんですけれども、皆様来てくださった方ありがとうございました。また明日もね、やっておりますので、お時間ある方はぜひぜひいらしてください。山口さんも来てくださって、マリオ RPG やっぱ面白いねって、ちょっとね、まだやってないからさ、帰りの新幹線でやろうかなと思ってるの。ナミちゃん、こんばんは。まだビギナーグレレ直し、なんでユッティ何したん。アヒージョめっちゃ美味しかったですよね。ヤグキラキラヤンチクルさん、ありがとう。スペインさん、こんばんは。カミューダイミカです。お疲れ様です。タムさん、タムちゃん、カジさん、いらっしゃい。ビビさん、ハートありがとうございます。スペインみたいな思った。ほんと、いろいろ食べて満足です。めっちゃ食べて、もう夜ご飯いらないもん私。タケシさん、こんばんは。ナミちゃん、いらっしゃい。こんばんは。100メートルの朝もいらっしゃい。あ、滋賀でのライブ行けたんや、ユッキー。よかったよかった。昨日ね、早起きや言ってたから大丈夫かな思ってて、そう、来てくださった方皆さんありがとうございます。そしてツイッターなどに書いてくださった方ありがとうございます。スイッチ持ってきた持ってきた。スイカゲーム配信もしようかなと思って持ってきたけど、昨日はね忙しくて無理でさ。アカウント忘れた、嘘じゃん。吉村さん、4回目の本、400回目の本もナイス、ありがとうございます。 BPM さん、クリさん、いらっしゃい、こんばんは。 100m ランナーさん、お放送ありがとうございます。イエイの世界不思議ってミステリーハンター、ああそうなんですか。あ、会場からはいかなかった、ちょっと遅れてた。桃鉄はね結構時間いりますもんね。人めっちゃいましたね。山口さん、ゆうてー、ナイス、だるまさん、ありがとう。ラブ北海道さん、こんばんは。ウヒロさん、こんばんは。 100m の皆さん、ナイス飛行機ありがとうございます。というわけで、よいしょ、ちょっと後ろベッドがぐちゃぐちゃやけど許してくださいねあ、お目当ては6時過ぎ、結構遅かったんよ、お目当て。なん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 、なるほど大輝さん、ここにいない方をいじらないの。マクドでご飯そんな遅くに食べたんや。なんか晴れてる、なんで赤い、なんでやろうね、何もなってないの。赤い、気になるね、やだね。田崎さん、ナイス、カプセルありがとうございます。え、ちょっとだけ見た、壊したんですか。何をですか。このみちゃん、インスタライブした。ドラッチさん、こんばんは。風が強くなる前に何時頃いたんですか、山口さん。ちゃんとライブいつだって。白玉さん、お疲れ。ちゃんとインスタライブで褒めてたやろ、やって。褒めてくれてた、褒められた私。あ、ねるちゃんのナイス説明みたいな。あれや。私 ?6 時ぐらい。あ、6時は寒い時間だね、確かにね。ゆうちさん、こんばんは。どんな壺の日持っていく方やっけ12月3日にドーナツを、え、クリスマスプレゼントじゃん、めっちゃ嬉しい。よいちさん、こんばんは。ベッドぐちゃぐちゃに、ベッドぐちゃ、あ、ベッドぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃは壊すじゃない、ボロボロやな、壊すは。できたかな、会社の人読み上げられてた。ダメださん、会えなかった。白玉さん、会えなかった。何時頃いたん、何時頃来てたんですか。飛行機めっちゃ揺れた。そんなに、
なんか雨とかの気圧の問題？夕方の夜景寒すぎた。なんで食べまくって帰宅した感じ。あー、なるほどね。今日も私めっちゃ食べて、本当にお腹いっぱい。3時ぐらい、3時、4時、4時ぐらいになんかこれは夜ご飯だと思って食べたけど、ほんまに夜ご飯やった。東京に送ってか家に送るとなるとめんどいかな。まあユッキーがでもそれしんどくないんですか？そんななんか持ち運ぶのしんどくない？私は全然大丈夫。ともちさんこんばんは。クリスさんファレベップです。ありがとうございます。まさくんこんばんは。京都の山奥の私のお家周辺はユッキーが、そうなん？ただゆきさんやから？私は晴れ女やから晴れてた。ありがとうございます。やばい。スペインのビールうまいな。めっちゃ美味しいでしょ？何が一番好きでした？今日は一日雪でした。うわ、風邪ひかないように、本当に。ほんのちょっとだけ会えました、ずかさんには。あとはステージの上からね、こう見えた方々も、そう、いらっしゃって。はい。嬉しかったです。お、高澤さん、こんばんはです。明日もスペインのフェスはありますので、明日も、朝は10時から始まりましてですね、メインステージは4時までかな、はい、ありまして、で一応フィナーレがそこであるんですけども、その後もフードは続きますので、よかったら明日もぜひ来てください。グニさん、ナイスクモソ、ありがとうございます。明日って会えますか？会えます。あ、でも私がいるところをこう探すゲームみたいなになっちゃうんですけど どこにいるかなみたいなになってしまうとは思うんですけど、でも基本的には会えます。天気、雲が取れて日が差しましたね。だって、そびびさんもありがとうございます。そうなんですよ、よかったです。途中はね、一回ちょっと曇ってとかってなって寒かったりとかはしたと思うんですけど、朝とか結構本当に暖かくてよかったです。本当にお久しぶりな神社に行ったら晴れてるのにめっちゃ雪降ってた。嘘 すごい、忠之さんが来たんやと思って、空から神様が見てるんや。エストレイジャガリシア、おお、エストレイジャ。エストレイジャは私はエストレイジャダムっていうやつをスペインでめっちゃ飲んでます。名前は似てるけど一応別のものらしいんですけど、エストレイジャダムっていうのは多分バルサとかがこうスポンサーで結構出てたりするやつ、バルセロナとかよく飲まれてるビールなんですけど、エストレイジャとか美味しいです。めっちゃそっちもめっちゃ美味しい。うん、血が入ったのに何寿司？ゆうやくんこんばんは ゲーム、あ、代々木公園から配信もしました。今日インスタライブ、あ、インスタライブ見ながら追いかけれました。さすがです。そう、インスタライブしてる時間が一番どこにいるか分かりやすいかもしれないですね。明日二日酔いでなければいけません いっぱいお酒飲んだんですか今日。雨のみなか主様かな、雨のみみなか主様かな、雨を降らす神様。寝すぎてインスタライブの時までまだ寝てた。あ、そうなんだ。もう、12月3日横浜から帰宅してとか、そもそも家にドーナツ棒を取りに帰れるか分からなかった ユキ忙しすぎ。みちがためにスライブしてここだよーってするんだね。まあそんな感じ あー、玉ねぎさんよかった、楽しかった。あ、船寿司だ、船寿司だ。スペインの人男女ともに美男美女ばかり、陽気なおじさんもいた。だって、おお、陽気なおじさんもいました。あ、でも結構本当に、なんだろう、スペイン人じゃない方もこうスペインフェスに集まる方って結構本当になんか明るい方が多いなって思いましたね。元気さんいらっしゃい。船寿司ってどんなんでしたっけ？たけさんこんばんは。玉ねぎさん、だるまさん、ナイス。ありがとうございます。鈴懸までだるま、おお、鈴鹿や、鈴懸ちゃう、鈴懸は あれや、曲や、鈴鹿サーキットや。しんちゃんずっと飲んでた。久しぶりにしんいちさんの顔を見た。
新一さんって言いたいのに下にさ新次さんってさ名前書いてたからさ、新一さんって言いたいのに口が新次さんになって、なんか新次しし、ってなってた。お疲れ様です、元気さん、明日もファイトです、よいちさん、パレパパナイス、ありがとうございます。まだ飲んでます、やばい、ステージ最前で見た、イエーイ、両席、代々木公園、みんなさん、すごい、ワンちゃんいっぱいいた。でもふなしポコさん、こんばんは、明日も会場からインスタライブされますか。あ、したいなと思っております、はい。え、頂点に位置する神様です、だってビビさん、バレバレです、ありがとうございます。天のテラス大神さんじゃなくて、臭いやつ、臭いやつ、慣れ寿司です、船がマスに乗ってる寿司。てっぺんラジオ始めた、お、ヤオロズの神々、ひなちゃん、こんばんは、ハートありがとう、サメカドファイト、ありがとうございます。ラリー完成しながらパエリア届けた、思いながら見てた、めっちゃ美味しかった。船寿司は臭くないよ、だって久しぶりに話したかったって言ってたって、話したかったです、私もまた来てって言っといてください。娘ちゃんいなかった、パエリアめっちゃ美味しかったです、松くん。10週以上かじゃまつけど、全然めっちゃ見つけられなくて、ありました。いました。いました。でも、玉ねぎさん来たの遅かったな、多分。多分遅かったやと思う。最初の頃結構めっちゃ回ってて、今日は、遅い時間、比較的遅い時間、メインステージが4時までだったんだけど、比較的遅い時間はいなかったです。あんまり外に。なぜなら私は舞台の稽古にも行ったからです。今日玉ねぎさん結婚してありがとうございます。広島今日、え、雪予防ご飯で発酵船を、え、じゃあ発酵系私大好きだからさ、絶対美味しくない、スーパーサイヤ人になっちゃう、どういうこと発酵似合わないらしい。パエリア完売した、水村さんこんばんは、しゃーない、だってしゃーない。明日はもう朝からね夜まで結構います。11時晴れて大鍋パエリア大行列でした、大行列でした、もう始まった瞬間から大行列でした。嘘、ハーコ金髪なの、11月に降るの珍しいのよ、だって早い、酸味は強いけどね。押し寿司とはどんな感じ違います、全然、柿の葉寿司、押し寿司全然違う、めちゃくちゃ寒い、やばそう、400人が参加してるの、400人 ×2 個、ハリポッターのスイッチゲームしてましたっけ、分かんない、強い山口さん、発想しにくいな。スペイン料理のおすすめなの、一番私が好きなのはフィデワっていうショートパスタのパエリアなんですよ、はい、が一番好き。ただもう今日会場にフィデワが売ってたかどうかっていうのはちょっと確認できなくて、見つかってない、多分まだ ないの方が私の中でのパーセンテージは大きいんですけど、でもパエリアもやっぱりおすすめです、はい、めっちゃ美味しいパエリア、うん、あとは飲み物はレモンビールがおすすめです、レモンビール、レモンビールめっちゃおすすめ、はい、あとはねチョリソーも大好きですね、チョリソーを使った料理、あと生ハム、生ハムはもう絶対、ただ今日私まだ生ハムを食べていないので明日あればいいなって感じです。今日はもう完売してたからね、会うまで帰れまテンするんですか、玉ねぎさん、あ、じゃあちょっと早いんや、元気さん、明日も行きますよ、お嬢じ、パエリア美味しかったね、全然違うんや、一応どんなんやろ、なんか同じ感じなんかなってなんとなく思ったけど違うんだ、昼過ぎなら行きたいぞ、え、昼過ぎでもやってます、お嬢じ来てください、野獣関東さん、柏本さん、こんばんは、アマテラさん、太陽に、あ、北極星と太陽、え、違うんだ、勉強したいな、
おじいさん処理の上に乗せておしたし、で、柿の葉寿司は柿の葉で包んだ寿司。パスタの見つかりやっぱないんかな。パスタパエリア研究中。本当？フィデワって検索したら出てきます。フィデワ。お腹すきました。あ、そうなんや、水野さん。いや、水野さんはですね、無理しちゃダメですから、ゆっくりしてください。マイルチャンピオンシップ、今予想ページは一応開いてるんですけど、そう、その前にちょっとやらんといけないことがたくさんあったので、舞台の稽古も行ってきて帰ってきて、でお家でちょっとやらんといけん作業をして、で今で配信を始めたので、配信終わったらちょっと死んでなかったら予想するんで、はい。レモンビール飲みすぎちゃうわって言ってた。本当？飲んでた？レモンのいいレモン。みやりさんがログインしました。お寿司は急に先生でお寿司ダジャレないよ。ダジャレや。生ハム11時半に売り切れ。え、そんな早かったんですか？パエリアとチョリソー食べたーい。だってパエリアとチョリソーめっちゃ食べてほしい。めっちゃおすすめでサイコロ成功して2杯の料金で4杯の、お、素晴らしい。いいですね。最初に俺と最後のハモン買わせて、え、つうかさん買ったんですか？最高じゃないですか。いいな。そうですね。柿の葉で包んだお寿司。じゃあ、わからない。木寿司？フィデワ、フィデワ、正解、白玉さん。いや、ごめん。シンジさんからしたら遠い。あ、でも、いつもよりちょっと近くなってるんじゃないですか、シンジさん。もうちょっと頑張ったら東京じゃない？いや、でもさ、こんばんは。長いししてほしいから、予想は予想。ダジャレだ。ダジャレだ。五反田から原宿へも続いてるようになりました。明日、どっちでしたっけ？京都逆なんだっけ？内回り、外回りがちょっとわからなくて、私。だからもう今日は山手線乗らないように、乗らないように、乗らないように頑張ってよ。チョリースじゃないの。ありがとうございました、お姉さん。みんな飲んでたね。楽しそう。しどみの私はいろいろ食べながらスイッチしてるという でもスイッチしながら食べるっていうのも楽しいですよ、本当に。これで最後ですって言われて思わず買った。さすが、ずかさん、ちょろいから。木寿司食ったことない？多分ないんじゃないかな。柿の葉寿司は大好きなのね、私。柿の葉寿司は大好きなの。チャリで行こうかな。チャリで行けるのめっちゃ羨ましい。玉ねぎさんあったんや。白玉さんとずかさん。名古屋でラーメン店が帰りに行け、寄り道で行ける距離じゃない。いつもよりちょっと大阪よりは近いからなっていう。年末調整の書類でも作るか。やばい。え、京都の家に化粧品届いてたやで。化粧品？ウィルさん、ファレバップどうぞ。ありがとうございます。どうぞご了承で。神香さんが帰ってたらしい。そうなんか。何日ぐらいや。あ、何日じゃないわ。何日ぐらい。しんちゃん、みかやく、イエーイ、ありがとう、しんちゃん。楽しみ。これで、ワクワクがもっと増えるね、しんちゃん。ハートありがとう。九州はご飯ついてないからね、だって。え、しめ鯖は食べたことあると思う。あれが木寿司？お願いします。お願いします。ズクさん誰かに聞いてたんかな。ちょっと何時かって分かんないけど、私は。昨日お昼ぐらいがいいなって言ってたんですが しねえさまおいしい。ユーティー MC さん鳴らしました。そうなん？しめさばはきるし。そうなんや。そうなんや。おいしい、あれ大好きです。今日はね、舞台のお稽古行ってたんですよ。終わってから。5分くらい喋った。すごい、めっちゃ喋ってる。さすがずかさん。今は54分、55分。55分です。そうそうそう。
キッチンカー超断熱で諦めてひもじいまま帰宅中、食べ物の話題お腹が鳴ります。長蛇の列でした。上広さん、あれのコツはあんまり並んでないところを選ぶことです。探すと結構あれここ空いてるやんみたいなとこが意外とあったりする。そう、今はホテルです。あのタオル欲しかったやって、スペインのタオル、スペインのタオル、ボランティアの方が多分つけてはったから、なんかでもらえるんじゃないかな。じゃーん、フィエスタデスパーニャ2023です。めっちゃスペイン、めっちゃスペインです。え、チュロスめっちゃ美味しかった。肉まん食べてんの？あ、トクトさんいらっしゃい。いざ見ない。あ、今ね、ホテルなんですよ。そう。あ、インスタライブコメントくれたんですか？ありがとうございます。空いてると美味しくなさそう。美味しくないのは出ないから大丈夫です。うん、なんか見た目があんまり映えないものとかも結構あるんですね。で、日本人って結構映えるものを選びがちじゃないですか。例えばなんですけど、確かあんまり列並んでなかったかなと思うのは、ボカディーヨっていうパン？サンドイッチ？あそこはそんなに並んでなかったと思うんですよ。ボカディーヨでカラマレスやったかな？イカの、あ、そのサンドイッチみたいなやつ、あそこはあんま並んでなかったけど、ほんま にあの大阪のたこ焼きみたいな感じで、スペインマドリードのボガディー場でカラマレスなのよ。そう、 そこで、売ってたんですけど、あそこは例えばあんまり列並んでなかったのね。でも美味しい。白い恋人の雪見大福食べた。私雪見大福ね、お餅やかあんま好きじゃないんですよ。サブステージみたいなところにマイクで、カメラさんどこですかって言ったらどうなるかなって出てくるかもしれない。明日は来れないんですか、白玉さん。あ、販売してないらしい。なんかでどうにかしたらもらえへんかった？なんかちゃう？ボランティア参加したらとかやったっけ？木寿司のお寿司がバッテラ、あ、バッテラ食べたことあるかも。来年も呼んでもらえるくらいね、連れてきてくださいね。もちろんです。サブステージ刻んであかんで、痛い痛い言って、爪痕インスタのやつ辛かった。パルケスパニアみたいな、パルケは公園か、あ、そうです、パルケって公園って意味だから、スペインの公園がパルケスパニアなんですけど、フィエスタデスパーニャはスペインのお祭りって感じ。メインステージ前のトマトスープの店スカスカだった。だってでも美味しいでしょ。みんな一緒だけ見た。木村さんこんばんは。ポカポカに絡まれる。ポカポカインスタライブ、私結構今回喋って、ずっと喋ってたからね、コメントくださいって言ってる瞬間は見てたんですけど、もう人相苦手なの。ウヒロさん、代々木公園です。フェスのタオル、あてはダメギさんと話してました。会いたかった。皆さん、うー、チョコパイアイスいいな。ルーカスいらっしゃい。スペイン大阪の方が親和性高そうだと思うんで、スペインフェスも大阪いりません。それも言いました。私大阪でやりたいですっていうのも言いました。そういっぱいね、こうね、やっております。だから来年も皆さん私呼ばれるようにハッシュタグでいっぱいツイートとかしといてくださいね。よろしくお願いします。衣装短い方、そう、衣装はフラメンコの衣装を着させていただきましてですね、はい、フラメンコ衣装を着てました。うん、
本物のしっかりとしたフラメンコ衣装みたいで貸していただいてるんですけど、そう初めてフラメンコ衣装を着ましたね。あのスペインでは私カタルーニャの踊りみたいなのはやってて、カタルーニャのこうダンスはするんですけど、フラメンコっていうのはしてなくて、でもカスタネットとかは使えるんやけど、そのあれで踊るから、カタルーニャの踊りで。このアヒージョ美味しそうだけど、わいわい熱々食べたいです。熱々のアヒージョね、あちち言うて並んでなかったけど美味しかった。そういうのを見つけるのがね、本当にねおすすめ。ぼやっとすガンバ監督によろしくガンバ監督いるかな。ひやまじんさんこんばんは。来年朝日の先生広場のお願いします。すごいところに呼んで、呼ばないと、呼んでもらわないと、白玉さんに。大阪はスペインの飛び地やねやって。飛び地何杯飲みました。いっぱい飲んだよ。でもなんか瓶とコップと、あとマネージャーさんにちょっと分け分けしたりとかしてたから、合計で言うと分かんないんですね。そんな飲んでない。スペインのおすすめスペインタラモナーズ入りました。あ近いんや。うスタネット高田じゃないのよ。あそうなんや。トクトさん敵対スペイン監督途切れたからな。めっちゃ人いましたね。ズガさん明日はもっといますよ。帰りの原宿までお帰り道がえらい方でした。帰りなんかライブがあったのかな、代々木で。ちょっと痛かった。ウイロさん千万両ナイス、ありがとうございます。カジさんファールバップナイス、ありがとうございます。ナイスカプセルです、ありがとう。ウイロさんもダルマさんありがとうございます。ミズムさんかわいい、ありがとう。かわいい、ありがとう、ありがとうございます。京都、京都でも、京都であんな騒げへんよ。京都では騒げんよ。今年プリンフェス、え何それ、プリンフェス最高。いや明日震災マジでライブ、ユッキー忙しい、超忙しい。ユッキーナイスカプセルありがとうございます。あ運転に戻れますって、ありがとうございます。投げるもの投げてくださってありがとうございます。橋本さんありがとうです、ありがとう。久保さんありがとうございます。いや本当にね結構薄着で寒かったので、今日は暖かいお風呂にでも浸かろうかな。外国人さんめちゃくちゃいる、日本じゃないくらい。そうだね、観光の人多いよね確かにね。あルカさん明日お仕事なんだね。いえルカスナイスカプセルありがとうございます、ありがとう。プライベートのスペシャルサポーターってすごく誇らしいって、ああ白玉さん本当にありがとうございます。いやめちゃくちゃ嬉しいですね本当に。アピール、アピール大事いろんなものを食べたい人は早めに行った方がいいですよ、うん、本当に早めの方がいい。アメコブちゃん持ってないわ。近くにねスタバがあったんでスタバだけ行って帰ってきたんですけど、カズさんこんばんは。保冷パック、おアイスいいですね。それはスペインの観光コース入ってるもんね。そうそうそう、でもスペインの観光コース入ってるのに日本人に全然知られてなくてもったいなくて、うん、聞きます。ケーバンの神様さんこんばんは。おチュロスも食べました、チュロスめっちゃ美味しかった本当に。私はプレーンを食べました、はい、プレーンを食べたんですけどめちゃめちゃ美味しかった。ゆうき梅昆布茶はお家にある、お家にねまだまだいっぱいある、賞味期限大丈夫かなとちょっと思ってるぐらいにはだからね、ここのねホテルにはね梅昆布茶ない。緑茶とカフェ、コーヒー、ネスカフェとクリームだけある。ここにル
ルーカスクマサングラシアス、ルーカスグラシアス。自分もプレン、プレン。え、ドルチ置いてあったホテル、え、めっちゃいいじゃん、ズカさん、やば。新幹線の片安やった、すげえ。あ、プレーン、プレーンね。カモテフェオエムイビエンエディスプルタドムーチョアツバナサカバデベレライブ、あ、グラシアス、グラシアス。ラゴットさんこんばんは。え、インスタ、シン、あ、カートリッジ持ってない、持ってない。え、カートリッジなくてそれだけ置いてたの？自販機で売ってますね今、固いアイス、新幹線。しんちゃんハートありがとう。しんちゃん、しんちゃん。ありがとう。明日はどんな髪型しようかな。こんなん。メンターお疲れさん。あ、ラグオットさん、ありがとうございます。ありがとう。レギュラーコーヒーだけ置いてあった。ラグオットさん、ありがとうございます。こんな髪型でいいかな、明日は。今日もね、髪型はちょっとだけ凝って作ってたのよ。ルーカス、ハート、Thank you。 二部カラオケ楽しみですね、だって。楽しみです。超楽しみ。それは、あれですね。12月3日ですね。飛んで埼玉見てるんですか、面白い。どこのデートが忘れた。ルーカス、もう一個、ルーカス、ムチャスグラシアス、ムチャスグラシアスロスアミーゴス。いや、楽しかったですよ。ラベンゴ衣装可愛かった、本当嬉しい。あ、マリシオンさんのパニコンに加入してきました。シオンちゃんパニコンスタート、みんなやっぱパニコンさん、ワンマンスーパーライブ。言い方、言い方かわいい。ピロカン様ありがとう、いらっしゃい。出たら美人、いつも言ってくれる、いつも言ってくれる。と、なんでこんな人、え、何が引っかかってるの、何がいた、いたたた、こうこう、ではないですけども、歌ってるのを見てくれる？あ、お昼配信見てくれてた、ありがとうございますピロカン様。めっちゃ美味しかったですよ。めっちゃ美味しかった。バカバカしさが面白い。そんな感じなんだ。バカバカしさ。バカバカしさって言いにくいな。石ぽよさんいらっしゃい、カラオケはね、歌わなくても楽しめるんで全然安心してください。いや、安心レポートでした本当。今もね、一応ね、残しているので、イベント終わったらライブ配信のあれば消しちゃうから、今のうちに見てくださいね。京都の植民地、琵琶湖、大阪の植民地、違った植民地なの、
ちょうどお昼休憩だったので当たって、ナイスタイミング。カラオケ苦手です。大丈夫ですよ、私もカラオケ苦手なんで。エコステーションの人と話しました。ボランティアの方々、今日と明日はねんじゃないですか。今日はねねちゃん、明日はねねちゃんじゃないですね。これどうなってる髪型、可愛いんかな、これ分からへん。カラオケなんて楽しめば言うだけ。そうだよ、楽しめば言うだけ。植民地化してきて、どういうこと。元気さん、サニーハイランドさん、こんばんは。アランさん、こんばんは。見たいな、後ろの毛の感じどうなってるんやろ。ねねちゃんいないんじゃ行かない。ねねちゃん目当てじゃん。あら落ちた。分別トーク、何それ、すごい面白い。清掃バイト、清掃バイト仲間、バイトではないのかな。よいしょ。マネベアして、そうなんだ、いいじゃん、なんか日本だし。リアルしてるって言ってた。 言ってた。あ、アランさん、フェスに来たよって、ありがとうございます。見つけれました、私のこと。ルーカンス、グラシアスポラビオン。あ、それは言わないと。そうね、玉ねぎさん、確かに分別はちゃんとしないと。せっかくね、こう分けてくださってるんだから。なんか下の髪型どんなんがいいですか。一つにくくるか、あ、夕方遅く近かったか。なるほど、皆さん遅めに来てくださったんですね、ごめんね。大樹さんはゴミじゃないですよ。気持ちくてこんな時間にラーメン入ってしまった。ごめんなさいね、いっぱい並んでたのは確かに悲しい。それは悲しい、しゃあないですけど、列はね、どうしようもないけど。ミクステージで紹介した後のギターアーティストの方すごくて全部見てしまった。めっちゃすごかったですよね。私も横で撮影があったんで、横で撮影してました。そう、皆さんの後ろで実はいました。お、ラゴーダさん10ナイス、ありがとうございます。明日もステージはすごい盛り上がりますし、あのじゃんけん大会とかもあるらしいですよ、明日は。これは皆さん来るしかない、来るしかないやつ。早めに起きれたら明日も行ってみようかな。ぜひ来てください、アランさん、明日もぜひ。ペンのビール初めて飲んだけど、かなり私も好みで美味しかった。めっちゃ美味しいですよね。そう、スペインビール美味しい。今日もあったよ、じゃんけん。今日もありました。そう、本当。パエリアめっちゃ並んでて、今日は
食べるの諦めた。そう、早いことその列にこう入らんとダメなんですよね。ディスアビリティアクセスサービスね。いや多分でも相談したらあるだやってくれると思います、何かしら。うちがあの衣装でじゃんけん大会出るの、どの衣装だろう。勝つとシリーシもらえる。あ、へえ、ステージで。みゆきさんこんばんは、しゅうとくんこんばんは。イエイイエイイエイ。こんばんは。2回戦で負けた。明日もじゃんけん大会はありますし、あと明日はステージでフラメンコもあったりとか、あとサンタランっていうのがありまして、そうチャリティーイベントなんですけど、そう明日はそのサンタランっていうのがあるので、また今日とは全然違った雰囲気になるし、多分今日より人多くなりますので、はい、盛り上がること間違いなしでございます。レゴートさんナイスカプセルありがとうございます。サンタランサンタラン、あ、チーム M 進行行ってたんですね。そうサンタさんが走るのだったらミカさんに差し入れしてくださいって言うと思ったら、かっこいい、めちゃめちゃかっこいい。それはあーそっか、ディズニーではあるんだ、なるほどね。ディオジュのライブ行ってきたって言ってた、そうだ言ってた言ってた。こんばんは、お疲れ様です。トイさんお疲れ様です、お疲れ様です。サンタランはあのサンタさんの格好をして、あの代々木公園をこうぐるっと走るんですけど、これはまたスペインフェスとは一応別の企画にはなっていまして、でこれに参加した方はあのサンタの衣装を着て走る。でその参加費とかそのサンタさんの衣装代とかそういうのの中から一部、寄付されるっていうチャリティーイベントなんですけど、でチャリティーはサンタさんとこう紐付けなんですけど、世界中の貧しい子どもたちにクリスマスプレゼントをあげようっていうチャリティーイベントになってます、はい、大阪でもね、来週再来週かなあるみたいなので、公園巡りすごい。ユンキさん誰だろうって、タムネギさん、ドラピさんナイスタコ、タコありがとうございます。並ばないで並んで待つ時間になったらまた来てねって言われる、すごいですね、めっちゃいいですね。でもね、サンタランの方に出たい。楽しそう。あ、グランフロントなんだ。サーターアンダギーとは違います。グランフロントでやるんだね。明日はこんな髪型でいいですか。ちょっと外羽でこんな感じにしてみた。後ろピョンってしてる。ピョンってしすぎかな。どうなってるんやろ後ろ。後ろが見えへん。ミカさんに会いたいです。ピョンってしてる。ドーナツ生地の丸いやつです。爆弾、丸い爆弾正解。手を振り合ったんだけどね。ルーカスオトラベセンセリオムチシマスグラシアス、
Muchísimas gracias por eso.私に会いたいです。みんな私に会いたいって言ってくれてる。めっちゃ嬉しい。みんなありがとう。会おう。会おうな。すぐ会おうな。けんちゃんだ。こんばんは、けんちゃん。もうすぐ会えるやん。東京の人はまず明日の代々木公園で、大阪の人は3日の梅田のイベントで、あと2週間上根美香さんに会えちゃいますよ。あと10年くらい会いたいですね。だって10年経ったら死ぬの？12月まであと2週間ぐらい。早すぎる。舞台もあるよ、12月1日に。そうだよ、26に荒川もあります。いっぱい。フラメンコ生で見たけど、かっこいいこと、あ、めっちゃかっこいいですよね、本当に。めっちゃね、パッションって感じ。暑いですよね。ね。超素敵。私はフラメンコの衣装だけ着させていただいてますが、荒川もクリスマスも舞台もです。玉ねぎさん舞台も楽しみ。とあるものを作るのか。何作るんですか、しんちゃん。何フラミンゴパシャパシャじゃないのよ。パシャパシャじゃないのよ。クラファのお手紙そして3通もらわないと、買わないと日本語のやつ来ないって本当ですか。どういうこと。全部は英語、ニツ英語ってこと。スペインは闘牛は、ほとんどが禁止になってます。今はやってる地域もあるんですけど、でもスペインイコール闘牛っていうのはもうなくなってきてますね。あ、そうなんや。ずかさん、たまにさん拍手ありがとう。たぼうだるまさんありがとうございます。ただゆきさんが3通買うってことや。ただゆきさんが日本語とスペイン語と英語が欲しいってこと。そう、闘牛はもうね、ほとんどのところで禁止になっております。英語スペイン語日本語とか言わさやばいな。いつやと思って、それはやばいな。どこで噂されてんのやろ。そうですね、やってましたよね、玉ねぎさん。そこね、フラメンコやずっとやってた。ルーカス、ナイスダルマさん、ありがとう。面白い。別々の内容でもらえるの。うん、内容は別々、一個一個。そうです、元気さん、その通りです。アウメンテ SH ゴールド、ショーゴールド、ケケケケケスグニフィカルーカーズ、アウメンテショーゴールド。自分にそれぐらいもらうかな。
やばい、マジで。ただいきさん、え、しんちゃんナイス星様、ありがとうございます。メイクとのではギャル文字で書いて。ギャル文字得意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 。なんか出ません、ごめんなさい。だってあ、キスでシール、グアルダール、あー、バレー、キリアスグアルダールでエルショーゴールド、テティエネスケウサルロカタディアノ、ただいさんはじゃあ本当に英語、スペイン語、日本語がいい？高いんすが試写会が悩んでますじゃあ頼もうかな。お、マジで？ギャル文字が好きなん？解読するのが？私めっちゃ書いてたギャル文字。触覚、触覚、ちゃんと25も超えるの待ってかよありがとう、ただあきさん、本当にゆつさん、こんばんは。世界無理だ、無理だろうけど、よしよしよし、お願いします。 H のギャル文字が出、あー、そういうことか、そういうことか。ギャル文字、どこのれ、どこまでのギャル文字かにもよるけどね。ほんまの、ほんまのもう見えへんギャル文字か、なんか可愛い感じのギャル文字かとかあるじゃん。なんでみんなあの選択肢がお手紙だけなん？ウィルザパレパップです、ありがとうございます。選択肢はお手紙だけ？マジのギャル文字？楽しそう、書くの。例年よりほぼ1ヶ月じゃん、元気さん。すごっ、異常気象だね。怖っ。同じ内容で読めそうにないギャル文字。手紙コースってレアじゃない？確かに確かに、お手紙はレアか。そっか、手も出しやすいですか、その何、試写会やったら行かれへんけどみたいな。あ、ジャルや、それは。元気さん、吉川さん、こんばんは、こんばんは、いらっしゃいませ、こんばんは。お手紙コースレアすぎるね。え、嬉しい。そんなにお手紙コース需要あるの嬉しい。直筆はめったにないからな。確かに。肉汁とかできる、私。一つずつ別って考えたら安い。あー、なるほどね。そういう考え方なんだ。スターフライヤー、みちはスターフライヤーだよ。なるほどな、そういうことか。一個一個別で言われてみるとね、そうかってなりますね。確かに。でも あれも直筆やった。でもマルシェ、あっくん、かわわ、今世界で10億人が見てアメリカプレゼント日本人3人も見て、すごい。お手紙追加するか、トップトークポートもちょっと売り切れてなくて、今全然なくて、ちょっとお願いしていいですか、トークポートも。原稿用紙で行くの？
それは反省文なんよ。めっちゃめんどくさいやつやけど、確かに。あ、見れますよ、YouTube でスターフライヤーのドラマ、今も。肩痛い。え、そう、あっくん、ぜひ来てくださいね。弟くんとお兄ちゃんとで。12月3日。25日から申し込みスタートだから。あれ、モテがついてきたら、トークボード買ったわけですか。ユキ、トークボード買ったことないやん。買ったことないわ、言い過ぎてごめん。トークポートいつですか？トークポートは、11月の25です。マッサージ機ここにはないよ。えみつのシールの販売ありますか？シールね。なんと、どうでしょうか？どうでしょうか？シールどうでしょうか？シールを楽しみにしてくれてるあっくんが嬉しい。ワイドボードがないから分からない。ツイッターにも書いてるよ。トークポート来週でございます。トークポートの画面に行くとアプリ、しんちゃん一回来てくれてるから多分あるじゃんか。アプリに行ったら多分出てる全部。そこで見てみてもいいかも。膝痛いの？しんちゃんまた。あら、かわいそう。トークポートあれでや、残り8枠なんです。頑張りたいんです。サインシールプレゼント、サインシールがいいんですか、あっくん。膝の激痛で夜中目が覚めたやって、かわいそすぎる。私昨日でも全然寝れんかった。なんかそう、寝つき悪かったです。寝つき悪いんじゃないな、なんか目めっちゃ覚めた。4時とか、多分4時とか覚めて、6時とか7時とか、なんかちょっとずつ覚めて、もっと寝れるのにみたいな。玉ねぎさん、カプセルありがとう。そう、ありがとう。25日がトークポート、26日が荒川の舞台、舞台じゃない、ごめんなさい、映画の上映会で舞台挨拶。12月1日ですね。12月1日が舞台、12月3日がクリスマスイベント大阪です。クリスマスイベントだけど、サインシール、シール寄せてください。サイン入りシールみんな欲しいの？トグトバセル、うん、ミエルコレス、オウンフェベス。トークポートバセル、サバド、エンハポン。Porque 25 no? El día 25. Tamanizado, ナイスカプセル。ありがとう。枕わかんない。え、弟くん、ほんまかいな。なんでやねん。大丈夫、ただゆきさん、かわいそう痛い。手術、一回しちゃった方がでも逆にいいのかよ、もう、しんちゃん。あ、冷えはね、温めよう。元気さん。毎日お風呂使ってもうて。ね、ユキ、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。だ、相談ですか。いいですよ、いいよ。やめてたけど、やってくれますか。例えば恋愛中。もちろんです、受け取らせていただきます。もちろん、もちろん。ぴょぴょ、お風呂使ってるんですか。ぴょ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 、めっちゃ可愛い。ぴょぴょ、本当にこれどこにつけようかな。ぴょ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 、どこにつけようか迷うな。あ、今日は作った、じゃーん、カガティオのクリスマスオーナメントです。じゃーん、かわいそう、ただゆきさん。ありがとうございます。
リムルのガチャって何？いいともあくん、玉ねぎさんのために開けてあるんよな。そうなん？リハビリ卒業したけど先輩が退職者を責め、あ、そうなん？で、なんか旦那が退職者ありだ、ありだと思います、全然ありだと思います。なんかインスタで見た？そう、顔を作りました今日、じゃん。本当はこれは木のなんて言ったらいいんですか、木株、こうほんまに 木のこういうやつ、あ、テンスラの指示、なるほど、こういう木切ったやつ、こうここが胴体がこうなる感じで、足とかも4本生えて、で上にこうブランケットみたいなかけて暖かくさせて、で作るんですよ、切り株切り株で、カガティオって言うんですけど、バームクーヘンみたいなやつやな、確かに。で帽子とかかぶせたりとかして、でカタルーニャのスペインでは、カタルーニャのスペインって何、カタルーニャの切り株の薄切り、薄切り、あ、これは薄切られてるんですけど、本当は切り株、そう、本当は切り株で、でここに足が生えててみたいな。でカタルーニャのクリスマスではこれはすごいもうなくてはならない存在なんですけど、それは例えばお母さんとかがね、こう、まあ、買ったりとか作ったりとかして用意するんですね。で子供さんが毎日クリスマスイブまでお世話するんですよ。ご飯あげたりお水あげたりおやつあげたりとかして、で育てるんですね。栄養を蓄えてくださいって言って、そうご飯を与えるんですよ。で、クリスマス24日イブになったら、熱い棒で歌いながら、そのこのカガティオさんをトントンってすんね。カガティオって言って、なん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 なみたいなやつをやって、叩くんやんか。なら。そういっぱいそれの日までずっとご飯食べて育てられてたから、このカガティオさんがうんちするんですよ。そうでもそのうんちは、普通のうんちじゃなくてプレゼントなの。そう、その子供が欲しいものだったりとかおやつだったりとか喜ぶものが出てくるの。そうでカガティオを言って叩いたら、そのブランケットの下ね、足生えてるところとかにこうプレゼントがあってイエーイみたいなのをやるやつなんですけど、でこれはそれはなんかドンってこう本当にこうドンって置く置物みたいな感じである方が結構あんねんけど、これはクリスマスオーナメントで、それをこのカガティオさんをイメージしてね、顔とかは全部作ってて、でこれをクリスマスツリーとかにこうやってかけるやつです。でその顔が自由に作れるよっていうコーナーがあったので作ってきましたという感じです。ちょっとコメント見ます。スタバカードとかいつまでも使えるし、もらって嬉しいかな。めっちゃいいと思うしんちゃん、うん、スタバカードでも嬉しいやろうし、本当に例えば趣味とかちょっと知ってたらなんかそういうのでもいいと思うし、なんだろう、食べ物とかでも一緒に食べれるような食べ物とかでもいいかなと思うし、この間お世話になってる美容師さんが結婚したということで、で私はバームクーヘンとなんか調味料みたいなのとかと蜂蜜とかそういうのをお渡ししたりとかしました。おしゃれな感じの「ブッシュ・ド・ノエル」の顔ですね。ブッシュ・ド・ノエルってサンタさんやんね。そうやって言うとこのお姉ちゃんと話した、大学生、現役大学生、インフルエンザ予防接種してもいい、うわー了解です、大事ですからねそれもね。武士のなるどこ切ってもその顔が出るんですよね。千歳飴かそれ、コルクのコースターっぽい、あーここね、確かにね、丸いからね。ユーティとユキかぶってるわ。あ、業務用スーパーでスペインの豚肉販売してます。イベリコ豚有名ですね。私いつも生ハムとかチョリソーとか買うときは業務用スーパーで買ってます。そう、
なんかご飯食べんねん。そう、熱い棒でそう叩くね。ちょっとなんかやばいねんけど。カガティオニクス。熱い棒で殴られてるから。そうなんですよ。今日ひょっとして標準語で喋ってた？え、全然大阪弁で喋ってた。今日かぶってた帽子見覚えある？ズカさんがかぶってた帽子？え、待って、一瞬にしか見てなくてどんなんか分かんなかったかも。優しくしてあげて。優しくいっぱいご飯あげたりするんよ。で、旦那に探り入れてみか、先輩結婚してそれも考える。あー、そっか、そういう感じね。それは多分探り入れてもいいかも。確かに明日もそれを作ってスクラッチの経営にするんですね。欲しい？私お家に飾ろうかなと思ってたけど、欲しいですか？スクラッチの景品で。あれ？ちょっと待って、目薬どこ？あ、見えへん、あった。武士の能力、え、武士の能力サンタさんのこと、え、わかんない、え、そうじゃないんかな。え、フランス語やんね多分やけど。違う？違うんかな。なまってる？いつもこんなやで。違う？目薬は頭にかけてるってやばない？ユッキーと似てるな。確かにユッキー名前も似てる。あー、業務用スーパーちょっと遠かったりしますよね。ミッキーのキャップかぶってるじゃん、かわいい。それかグレーのやつだ。ペの豚肉で寄せ鍋、めっちゃ美味しそう。あったかいんだからですね。スタバカードの星のやつ渡したら喜んでくれるかな。え、絶対、むしろだって何でも喜ぶと思うんですよ。そんなプレゼントって絶対にこう誰かが何か私のこと考えて送ってくれたんやなっていう気持ちだけで嬉しくない？プレゼントって。じいさんこんばんは。東京におるから一週2日とかで。イヤホン電池切れた。あら、旦那さんに渡したやつと奥さんに渡した。え、2つも、すごい。もう2時間持たなくなる。え、2時間持たんのはやばい。え、じゅうさん、くそ、何時ぐらいにいた？遅かった時間。生誕祭のビンゴの景品、来年？来年やん。うわ、あっくんのとこめっちゃいいですね。マクドも5分、ローソン2分、めっちゃいいとこ住んでる。すごい、めっちゃいい場所だ。羨ましいぐらい。ひろさんこんばんは、いらっしゃい。めっちゃ可愛いでしょ。お気に入り、可愛くできました。一瞬で作った割には上手だと思う。自分で言うのもなんだけど。ユーティープロありがとう。いっぱいコメントしないと初見さんがどん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 レベルアップしなく。インスタライブの音2時過ぎから3時前までいたんですか？2時過ぎから3時前まで。ステージ立ってるのは見えなかった？え、スキズードの2時過ぎでした。マジですか？チャリでな、めっちゃいいとこじゃないですか、アック。君なんか忘れない、勝てないけどな。ちょっとなんか、ちょっとなんかかっこよくって。ラーメン行ってらっしゃい、ユキ。こんな時間から。田舎もんやから車どこで行くか遠くても平気です。いや、すごいです、車でいろんなとこ行けるの。私車そんな運転できひん。一瞬で作った。そこに手紙と連絡先入れて渡したら迷惑の後輩になるから。え、全然大丈夫じゃない？いいじゃない。え、連絡先は知らんの？もともと。え、スケさんうどんまさかの全国区なんですか？やば。ステージはセリエスの後、フラメンコしました。の後や。あと、その後にステージにいた。ニョッキーさんこんばんは。甲子園の声援とライブの声も聞こえますけど。うわ、でもめっちゃいい。わかった。
あそこだ、ララポートもあるでしょ。ニョッキッキー、ニョッキさん、ニョッキッキー。飛んで埼玉見てたらこんな時間になってました。みんな飛んで埼玉見てるじゃない。テレビでやってたんですか。まあ悲しい。ジョーさん明日もいるのでよかったら。フラメンコの服着てたよ。白玉さんいらっしゃい。つけさうどん大好き。お布団にもう入ってるの。けんちゃんインスタ見てないか。インスタじゃなくても X にもあげたしね、 TikTok にもあげたしね。つけさう道を気をしてほしい。絶対絶対北九州の方の方がいいやろ。見てないぞじゃないのよ。多忙。4時半起きやば。あ、フジテレビでやってるんや。もう終わりました。スケサウド行く時間あるかな。3日はないやろ。ラボードもある。知ってるじゃん。私知らんけど、スケさんって読む。フラメンコは踊ったことないんですよ。うん、フラメンコはないんですけど、でもカタルーニャの伝統的な踊りは踊るので、カスタネット使って踊ったりはしたりとか、衣装も似たようなのは着たりとかはあります。スケさん踊って福岡の廊下中のよくしてるね。あ、そう、あ、コウトロさんいなかったっけ前。私あの北九州で去年撮影をずっとしていて、ドラマの撮影を、あのスターフライヤーさんのドラマの撮影をしていて、スターフライヤーさんって北九州行く、泊まるんですね、飛行機なんですけど。で北九州で撮影させていただいてて、その時にいっぱい、北九州グルメをね食べさせていただいたんですよ。でその時にすけさんうどん大好きになって、でめっちゃツイートとかしたらめっちゃ反応あって嬉しかった。オレンジビールの紹介、レモンビールな、惜しいな。自分は5時半早いな。そうそう、大阪にもありますよね。そう、ごぼ天うどんめっちゃ美味しい。あれでしょ、あのう、あ、おこわだったっけ、なんかご飯も美味しいって聞いた。そう、スターフライヤーの時。私で氷ソウルの話題がありました。天帝、え、どこで話があったんですか。そうです、天帝の天帝役をさせていただきます。どこでお話ししてたん、なんてお話しされてたんでしょう。そうなんですか。忠明さん、そう、 AI 視聴の撮影の時にすけさんのを利用してます。そう、視聴さん役だった私が。あ、北九州市やからめっちゃ知ってるけど、出身やからか。あ、孝太郎さん産んであれじゃん、確か私が北九州でだから上映会とかいろいろあったけど、これやんかったんや。タルグラディアス、可愛いくしゃみ、本当にこれスケさんって呼ぶんですよ。おはぎも美味しいやつ。あ、おはぎは食べなかった。可愛いか、くしゃみ。タムネギさん、ハートありがとう。うん、そう、あー、横道ちゃんところ、お稽古の話してました。オレンジビールってボケやし、嘘の話やで、どっちや。あ、北九州出身やけど神奈川県民やからってことか。なるほどね。おースマイル兄弟で乗りました。だって、そうなんですね。私のドラマ見てくれました。懐かしやですね、北九州。え、今日まつげめっちゃ綺麗やけど、今びっくりしちゃった自分で。そう、ホットチームメイトの横道ちゃん、お、見てくれてたんですね。孝太郎さんもありがとうございます。そう、あの降臨ソウル今度出演させていただきます。降臨ソウル12月1日私はゲストなんですけど、ゲストで出演させていただくんですけど、私は天帝役、天帝という役を、させていただくんですけど、いろんなね
元アイドルちゃんだったりとか、私が前に共演した方とか出てまして、で横美ちゃんも出てる。この横美ちゃんは私がなんドラマ撮影でそうダブル主演でやらせていただいたのかな。マキノウドンウエストも知ってたら完璧。実は名前は聞いたことがございます。ドラマの名前なんだった、ドラマのタイトルですか。 AI 市長、略して AI 市長。トカルデ、え、しんどよ。いや、スタッフラインのドラマよかった。ありがとうございます、コウタロウさん。元気だった。映画の方も元48、元アイドル多いです。それは、降臨ソウルは舞台で、映画の方は、荒川アンダーナインです。私も元アイドル。そうなのです。お稽古にも行ってまいりまして、AI 視聴で検索あ、そうなんですね、白熊さん。なるほどね。全然ですよ。そう、前に撮影で一緒やったからさ、横美ちゃんもで、今回も共演するということで嬉しい。高木さんお疲れ様。舞台もね、そう稽古行ってきまして、てんてん大変ですけど頑張ります。ゲストで1日だけなんですけど結構喋るんでね、はい、そうそうそう、アイドルグループだった方がいっぱい出てます、降臨ソウル。私も結構こう前に共演したよって方が本当にいっぱいで、うん、しんどさん、あらら、やだね。そしてゲイ方は厚手のコート着ていってください。だって寒かったですよね。嬉しい、コウタロウさんめっちゃ嬉しい。結構良かったよ、だって嬉しい、見てくれて本当に。いっぱい見てくださいいっぱい見てください。夜もしてなんか、あー、いいじゃん、声もして、あー嬉しい、三つ星ありがとうございます、あっくん私はね結構あのフラメンコの衣装で結構ずっといるので、結構薄着なので、そうまあまあブルブルしてたんですけど、でも温かいご飯とか食べたら本当に元気になって、うん、月見のつけさん、あ、鶴見もうオープンしてるはず。あ、あの日陰やったね、寒いよね。明日はどうなんやろ、今日よりあったかいんかな。干し椎茸、ドライ椎茸まだ食べてますかドライ椎茸はあれ、あのコストコで買って、あの一パック、大きい一パックいっぱい入ってたやつやねんけど、あれ食べ終わってからまだコストコ行ってないから買ってないですね。めっちゃ美味しかった、うん、寒かった。パエリア美味しい。そう、鶴見にスケサウドあります。梅田にもあったよ。あ、11月20日か、まだか。なんかもうなんか12月の気持ちやった。私来週末まだ寒い。エスケサウドン9月だっけ、ね、あれオープンしてなかった、やっぱり。なんか気になって椎茸持ってても、え、何、めっちゃ嬉しい気になってる椎茸があるの、かわいい、何それ。横浜市、鶴見は、いや大阪です。横浜に鶴見ってあるんですか。鶴見言うたら大阪やろ鶴見は大阪やろ。
イベントしてて、うん、そうそうそう、スナックパークでも行ってない。まだもうないんですか、年中寒い。元気さん、来週末も寒い。もうだって冬なんだよな、なんやかんや言うて、もう冬なんよ。寒くて当たり前になってきてしまった。鶴見緑地の鶴見です。たまちゃんショップ出してるほしい。何それ、ごぼう天うどん作るか、食べたくなった。うえ、すごい、自分で作るの、かっこよ。アマゾン発注ミスでレーズン1キロ入り400ドルって食べますか。やば、レーズン1キロは4袋はやばいですね。食べます食べます。やばい、そうなんや、横浜に鶴山やるんや、面白い。あ、もう違うとこになってるんや、残念。去年この時期に売ってたんで、クリスマスじゃん。鶴見緑地は、あ、花博記念公園鶴見緑地。めっちゃ見えるようになってる、目は 1.5、 すごい、めっちゃ見える。こっからでコメント見えるのすごい。こうか、遠くなったでしょ、私の顔めっちゃ。え、タンパク乙女を作ってたの、え、めっちゃいいじゃん。じゃあきっとめっちゃタンパク質多くて美味しいやつじゃん、きっと。じゃあ、そう、ニュースになってたよ、孝太郎さん。そばの、そば用のつゆは作った。料理できるもんね、ターボーね。すごいよね。そう、私早く岡山に出店した。スケさんと昼間はすごい人でした。だって、大人気なんですよ。そう、梅田もめっちゃもうやばかったって言ってた。すごい列で言うて。ねえ。大阪にも鶴見あるわ。お、覚えてました？そうそうそう、鶴見緑地線ある。小さくて綺麗な丘がより小さく映っています。すごい、よいしょ、プラスで書いてくれてる。私全然顔はね、小さくないですけどね。小さくなりたい。3日に1キロのレーズンを背負って行くけど、ええかなって。いいと思う。やばい、私が持って帰るのはもうちょっと、それはね、そんな遠くないんで、大阪なんで。東京からやったら大変やけど、そう、大阪やな、大丈夫なんですけど、あっくん大変ですよ、ちょっと遠いね。大阪にもあるんや、鶴見、何、鶴見橋、西成に、え場所の名前、おはぎが売り切れ、そうなんや。おはぎもちゃんと売ってるんや、岡山店に。ほんと、スケサウド美味しいよね。梅田にミグノン、クロワッサンの店だけど、これも福岡市。あー、そうそうそう、ヘップの前、それもね、よく買います。この間も買って、今度 TikTok 載せます。安くてよく見える？ミス花子？帰りの新幹線間に合うかな？ウェルさんバレーバブ、ナイス！ありがとうございます。鶴見橋商店街。へぇー、木村さん西成の人なん？ウェルさん、エミチーズじゃん。おかえりー。エミチーズおかえりー。よろしくー。ビュータルさん、こんばん。イベントの日って、たくさんプレゼントもらうのに持って帰れるんですか？そんな皆さんたくさんプレゼント持ってきてくれるか？そんなわけないやろ。じゃあ亀田さん運転できるようになったから、もう亀田さん運転できるようになったから、自転車もらっても持って帰れる。冗談です。さっきはね、大阪の歌です。どんなん？今は大東です。だって大東区。ミホタルさん、ナイス飛行機ありがとうございます。ミホタル YouTube でスケさんうどんの動画してみてはどう？行って食べながらね、そうやりたいんですけどね、そういうの。ミホタルさん、ハートもありがとうございます。誰か自転車持ってきてください。なんでね、トカさんが3キロぐらいこなら持ってくるし、やって。それはいや、そんなにいらん。
あ、大東市か、ごめんなさい。みおたるさん、カプセルありがとうございます。自転車に2台引いて帰れば、あ、逆にね、そっちね、チャリとしてね。確かに確かに。でもうちの家の近くはもう電動自転車じゃないと無理です。みおたるさん、お星様ありがとうございます。電車じゃないと無理、もう無理、一生電動自転車です。いらんやろやって3キロ、3キロはやばいっすね。3キロはやばい。うん、俺の家も電動ないと生活できない。え、ありますよね、電動ないと生活できないところ。だって駅の自転車置き場とか自転車止めたら全部電動やもん、みんな。どうなどうな、誰かおなら切る、おなら切る、いるイランの塚さん、電動自転車タルボキン、タルボキンって何？あ、そう、電動自転車電車って言うんです。電動自転車を使う民なんでそう、電車って言うんですよね。 Vlog で北九州旅とかできたらやってほしい。え、めっちゃやりたい、本当に超やりたいです。なんか日本の旅行を本当に最近行けてないから、ゆっくりと、ちらっとこの間ね、友達があのスペインから遊びに来てた時に、奈良と、京都伏見稲荷行ったんですけど、北海道旅行めっちゃ行きたいのと、北九州もめっちゃ行きたい。3袋も余ってるのとかさ、電動バイクの番組ですか。迷子ならいるでやって、こんならかけてもらって、大阪の隣の市なんで1キロわかる。本当ですか、ハーコ誕生日 1.5 キロのプレゼント。何それ、何運んだんですか。夜景ですか。あ、え、あそこじゃなくて、展望台、私が撮影したとこじゃなくて。美味しいものめっちゃあるし。そうなんですよ、日本の旅行電車で行くんですか。やばいじゃん、おるけど、そういうで自転車で日本一周みたいな、いるけど、ゆうは何しに日本へでね、マルコがやってたけど知ってる。こなら一個持ってく。なんで電気自転車って言わんのやろか。電気でなんでやろうか。電動自転車ですね、だってね、なんやろうね。あ、電車があるの、かわいい、電車かわいい。新幹線2時間半で行けるよ、北海道。あ、そういうことか、確かに北海道は遠い。そして今寒い。あ、バスチ作りました、ってめっちゃ美味しかったですよ、多分。本当に電動アシスト自転車、それです。焼きカレー美味しそう。バスクチーズは行列見て帰ってきたやばい。私が配信してる間にスタッフさんが買ってきてくださいまして、優しい。そう、北海道もう雪です。マネージャーさんが北海道の方なので、結構北海道の話は聞くんですけど、めっちゃ羨ましい。電動自転車正解です。アシストで電動で動いてね。あ、まあまあ確かにね、バスチめっちゃ並んでた、めっちゃ人気なんだって、本当に。だから免許いらない。あー、なるほど、アシストだから。行列のできる、間違った、走行のできる電車のことです。へー、そうなんですね。じゃあ北海道、やば、充電が 28% だよ。シフォンケーキ、プリン、チーズケーキは得意。おー、シフォンケーキ食べたいです。北海道修学旅行だったんだ、いいな。私沖縄でした。パエリアとバスチ食べたいわって。お、行ってみましょう。アランさん、電動アシスト自体長いからじゃないですか。だってスマートフォンのことさえスマホって言うんですから、日本人。ブラッドピットのことさえブラピって言うんですから雪はやばいのよね、寒いの本当に苦手ながら。電気で動かして移動アシストする自転車、あれ
ょっとちゃう。そうですね、ジオンちゃん北海道ですね。説明どうもです。海外ではスマホのことなんていうの。フォンじゃない多分。フォン普通に多分。スペイン語やったらモビルとか携帯多分。燃料エビって言う。絶対言わんやん。堀島は役者堀市。嘘やん。朝食はサーモンといくら。うわめっちゃいいな。本当にね、そうなんかアホほど美味しいものを食べたい。北海道行ってこんなの食べたことないっていうのを一生言ってたい。なんか沖縄行ったらさ、なんかさ、まあ食べるけど、なんか沖縄なんかゆったりこう楽しむみたいな、ゆったりみたいなしたいけど、北海道行ったらなんか本当にフードファイターしたい。いや雪は、雪降ってる時には行ったらあかんね。あ、雪質がおかしい。マシュペ、マシュペリマシュペって可愛い。初めて聞きました、略し方。北海道多いよね。そうですね、ちょこちょこいる。ベタっとした雪質。え、そうなんや。前でも知らない、北海道のもともとの雪の質を知らない私は。うん、あ、そうなんや。白熊さん、前まで私もあったけど今はないな。車崎神社、芸能神社、前までは出してたんですけどね。粉雪だった。変わったんですね。粉雪かけて、金ちゃんパウダー言うてね。どういうことやばいな、怖っ。ただゆきさん、いくらかけ放題。ひえ、アランさん、やば。北海道サラサラよ、だって。シマホッケ。キー、食べたい。確実に太って帰ることになるけど。ああ、高校時の修学旅行で北海道行く人多いよね。私はね、じゃんけん大会のなんか抽選のくじ引きだけ引きに行った多分。雪だるま作れませんだってやば。美香はもう大阪人じゃないのかもしれないしんちゃんが受けてる。お疲れ様です。アリツさんいらっしゃい。ピピ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 ピ、私が前出しなかったね。ああ、そうなんだ。これから頑張れますようにっていう。救急車来た？来てないよ。聞こえた？やばない？怖。泣きらずと面白くなくなる。ああ、そうなんや。ずっころさんこんばんは。え、なってた？やばい、記憶にない。ピピ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 、ワルタピーポー、ワルタ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 。お水を自販機に買いに行くかめっちゃ迷ってます。めっちゃくっちゃ迷ってる。聞いたことはある。ただゆきさん、聞こえた？やばい、記憶にないわ。やばいわ、疲れてる。緑のペンダリカイの回、彼に教えないようにつけてた12月1日連れてきてよ。幸せが今日より3度上がる。東京、東京のね、お水がもうね、そう空っぽで、よいしょ。あとはこのほうじ茶だけ。
水道水飲まないタイプ。しんちゃん受けた。おかえり上広さん、みちーさんおかえり。ホテルの下に売ってる一応。めんどくさいでも下に行くのね。金曜狙い無理ちゃうと、あやいかなピンだけど、あのピンですけど。よういちさん、エミチーズおかえり。ちょっとみんな待ってな。なんかこの部屋のあれに自販機ってないんかな。あるような気もするけど、どっかに。でもそれさえも調べるのもさ、多分さ外に行かないと地図がないような気がしててさ、10分沸騰もめんどくさくない。水道水飲みたくない。家でも飲まない、2リットル買うタイプです。だってでもホテルなんで、そんななんか長いこといるわけじゃないからさ、なんか生活するならね、ホテルに1ヶ月とか1週間とか、そういう時は私も2リットル買って置いとくんですけど、でもそうじゃないので。自転車また倒れた、足で倒れてきた、やばっ。しんちゃんすぐね自転車で怪我するから危ない。よいしょ。海外飛び降りしの自由行ってください。だってちょっとねそれはちゃうんだよな、またまたそれとこれとは話が変わってくる。水買うのやだ、住むとこに置きに、美味しい水の水道水。あー逆にね、なるほどね。後ろブラインドに見えるでしょ、あれ壁の色なんですよ。壁がああいうあの模様になってて、そうだからずっと見てると頭おかしくなります。だから寝られへんかったんかなってリアルに思うぐらいめっちゃ目しんどくなる。本当にフロントに言って持ってきてもらうか、水を。水持ってきてください言って、お金払うんで言って。そう今日はね寒かったから、外でコンビニでお水なんか飲み物買おうと思った時にさ、水じゃなくてこのお茶にしちゃったの。でも私水の方が好きやからさ、どっちかっていうと。そうだから本当は水が欲しいんですけど、でも寒くて買えちゃった、買いたいものを。一緒の髪の毛同じやね。館内しおりあるんかな、災害用マップはある。あ、普通に飲むんだ。やつがさん、おかえり。2リットル買ってるな。喉乾いた時水が一番。そうなの。いや、うんうんうん。ジュースなんて飲むとあかん。ご飯食べてきて、おかえり。蒸留水。はい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 。スタンドが一回痛いに止めたら倒れし、痛い痛い痛い。ふくらはぎに痛い痛い痛い。すかさん、こんばんは。全然してます。もう寝ちゃう。やたらさん、お星様ありがとう。フロントしてたことある。そうなの、元気さん。冷蔵庫、これサービスの水も飲んだ。青いバケット吊るして下に下ろしたら誰か買っていてくれて。すごいな、なんかドラマみたい。刑務所的な。何それ、白熊さん。その前に一回足切って休む。全然あり、しんちゃん。全然ありよ。今日寒かったな、アランさん。
ホテルの風呂って一人で帰るのかもね。全然大丈夫。喉が渇いたら余計汗をかいてなかければ水一番。一番あよほどか。あミネラルのためにね、スポドリね。車の私行ってくれば届けたのに。言ったよかった言ったよかったな。毎回寂しいます。ホテルの部屋出たら道でできたら笑うけど、あと20分で終わります。ワルタ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 ピーポー。大輝さん、大輝さんほんまに考えとる。ナルシカさんこんばんは。あっくんファンレベップです。ありがとうございます。うざい。でももうなんかただそれはもう大輝さんの判断やから、うんうん、しんちゃんはそのまず仕事辞めるっていうのは絶対、それはね辞めた方がいいと思う。私はミネラル麦茶、何それ。あ知ってるかも。ミネラル麦茶、夏によくあるやつや。あ飛んで埼玉見てた。みんな飛んで埼玉見てるわ。飛んで埼玉見てたっていうコメントいっぱい来るもん。まったくいらっしゃい。あワイワイ相談したよって。相談して、まあのまだしないって、まだしないってなったんですよね。だって言ってはった前。ちゃんと覚えてるよ。いい人多すぎ。仕事辞めた方がいい人多すぎ。いやそうそうそう、めっちゃいいな元気さん。それルピシアのティー飲み、ルピシアのティー家にありすぎる。もうめっちゃある。まだめっちゃまだある。飲むんだけど、それよりコーヒー飲んでて今で、めちゃめちゃルピシアのお茶も大量にまだね家にあるわ。館内マップテレビにあるんちゃう。つけてみよう。つくかいね。多分ねここにある。見える？大丈夫？見えへん。配信やめてるか、めっちゃ間違えた。え大丈夫？ごめん私のせい。よく CM が流れる。ああそうなんね。ただいきさん、なるほどね。やったらもう残しとく。あ公開日の告知。小太郎さんファンレベップナイス、ありがとうございます。おじいちゃん体にいいね。なった体にいいんですか。ブックの100の3日持ってく。あんねしんちゃんダメめっちゃある今は好きやけど。マルシさんこんばんは。見よう。そうか。どうやって見んだろう。ホテルインフォメーション。施設設備。これか。ピザハット。あ、やっぱり自販機1階にしかないわ。1階まで行くの面倒いんですけど。めんどいね。一階まで行くのめんどくない？病院のお茶ほうじ茶に。あ、そうなんだ。しんちゃんありがとう本当に。横川美人本当？ケンさん、カンさん、しんちゃんハートありがとう。リリーのおた、キタロのお父さん。あ、きゅ、そうなんや。きょ、昨日からなんだ。配信で今日ドレオの向けのやってた。あの東京に住んでた時ですね。東京のお家だったから、東京であの
マンスリー借りてた時だ。それはやってた。23ライブ？シアタマさん。大樹さん20年経たないとあかん。出前か。風強いですか？めんどくさいね。ルイボスティー美味しいよね。床に向かって一回だけ聞こえますか？その間の人に迷惑聞こえたとしたら。かっくんこんばんは。ピース。どうしようかな。これは思い出誘う仲だったら見返りをしんちゃんありがとう、優しい、ありがとう。またあんねん。ユッキーがいっぱいよくくれんねんで、いっぱいある。ありがとうございます。しんちゃんありがとう。ウィークリー借りるときは存在にありがとう。そんなことあるんですか。ただゆきさん青汁はあかんねんな、飲みすぎも。ねえ、お水買いに行く？ロビーに。お水買いに行くか。配信しながら。配信しながらお水買いに行くか。ジャージ着て、ジャージ着て行くか。私のジャージが寒いから。二度履きや二度履き。水買いに行こう。お金あるかな。体にピタッとしたタイツを履いてたので。初めてのお水買い。ホテルバレないようにラジオにしますね。そう、2枚重ね履きしてます今。よいしょ。なあ、ちょっと皆さんラジオでついてきてもろていいですか。ラジオなんでひょっとしたら切れちゃうかも、あの電波が。電波が切れてしまったらそれはごめんなさい。よいしょ。フロントで買おう。パンツ。ちょっとさ、こんばんは。何かを見つけた。ゲームじゃん。
水何円か書いてないんですけど、なんぼやろ。まあいっか、まあいっか。よし、あ、これを買います。え、フロントで買った方が安い。まあいっか。少々お待ちください。え、なんで？なんで？現れへん。払えないんですけど。あ、いけた。行けました、行けました。じゃあ、まあ一家はあのお金で20円ぐらいで並ぶより早く買えたから時間を買った的な、そう、時間を買いました。電子化マネー、電子マネー。くまモン印のドーナツって何？ドーナツ棒？美味しそう。可愛いだけか。あ、なんでベスト？あ、コンプラーラーアグア。ラーメン食べて、お帰り。お父さん、ハートありがとう。ウォーターサーバーとサソで飲める。おでんさん、こんばんは。水無料じゃないんだ。一本だけ無料。時計台さん、ちら。帰ってまいりました。よいしょ。帰ってまいりました。よいしょ。はい、というわけで水を買ってきました。500買ってきました。ちっちゃいの。なんかフロントで買ったらもうちょっと安かったけど、フロントに外国人の人いっぱい並んでたからさ、これ並んでたら多分もう私寝られへんと思って、そう
ピーク何の話？え、そうなん、白熊さん。あ、お水美味しい。冷たいけど、ぬるいのがいい。ぬるいのがいい。お茶は今これあるんですけど、基本的にお水が好きなのでお水を飲みます。あとはこれは飲んでたんですけど、夜ご飯に焼けてきました。というわけで皆様、ありがとうございました。私のお水買う配信に付き合ってくれてありがとうございました。2時間悩んでやっと行ってきましたね。というわけで配信終わりたいと思います。イエーイ。ではランキングを読みます。いきます。13位みほたるさん、12位ゆきえ、11位ターボー、10位しんちゃん、9位かしもちみつぞうさん、8位ドラッペさん、7位くにさん、6位ただゆきさん、5位かじゅさん、4位うえひろさん、3位ずかさん、2位たまねぎさん、そして1位はルーカスでした。イエーイ、ありがとうございました。明日も代々木公園でお待ちしております。ありがとうございました。トークポート、25日にトークポートあります。あと8枠だけあるので、よかったら皆さん来てください。よろしくお願いします。お待ちしてます。あ、ご先生も来てくれてごめんね。そうで、来れない方は SNS で盛り上げたい、よろしくお願いいたします。ほなね、みんなバイバイ、ありがとうございました。また、あ、7枠レフタン、そう、もっと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 またね、またね、おやすみ、バイバーイ。